our world running while decarbonising the energy that drives it is everybody's challenge. Today, bold business leaders are working to solve it. Shell customers like Sasayama-san, CEO of Tokyo Gas, Japan's largest gas supplier, are supplying their customers with natural gas to reduce their emissions.東京ガスは世界でも最大級の LNG 事業者です。1000万件を超えるお客様に天然ガスをお届けしております。86年に入社しまして、会社生活40年近くになります。 LNG の導入によって、東京圏の公害問題を解決に貢献をしてまいりました。脱炭素だけではなくて、安定供給と脱炭素を両立させた責任ある、脱炭素というのが非常に大事になってきているというふうに思っています。これまでは電気の脱炭素ということはよく言われておりましたけれども、熱の脱炭素というのが非常に重要になってきます。日本の一次エネルギーの約6割は熱という形で使われております。したがいまして、脱炭素化を進めるためには電化だけでは不十分です。そうした中で天然ガスおよび天然ガスに続く水素であるとか e メタンというのが非常に大事になってきているというふうに思っています。シェルとは LNG の導入期から協業しておりまして、日本の LNG 天然ガスの普及拡大に大いに貢献してきたというふうに思っています。シェルさんと組んで第1号案件としてカーボンオフセット LNG というのを日本で導入しました。ボランタリークレジットを活用したカーボンオフセット LNG という形で、すでに100件を超えるお客様にもご採用いただいております。この先のソリューションについてもシェルとは協業できるのではないかというふうに思っております。 e メタンはグリーンな水素と CO2 を合成させて作ったメタンになりますけれども、この活用によりまして、実は既存のインフラがそのまま使うことができまして、経済的にも非常に有利になってくるというふうに思っております。そうしたところでもグローバルなプレイヤーであるシェルさんと一緒にやっていく領域がいっぱいあるのではないかというふうに思っています。